こんにちは、みほどけです。ナム、はい、皆さんそろそろ暖かくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。そろそろフルーツが美味しい季節なんではないでしょうか。はい、ということで今日は謎の台湾フルーツ、シャカトウをご紹介します。聞いたことありますか？お釈迦様の頭と書いてシャカトウです。うん、初めて聞くっていう人もいるかもしれません。このフルーツはですね、なんと美味しいで世界を笑顔にしたい株式会社ハラウィさんが送ってくださいました。その謎の台湾フルーツシャカトウ、早速ご覧いただきましょう。それがこちらです。ズバババーン、なんじゃこりゃー。これね、多分こっちが下手でこういう風に身になってるんですけど、初めて見るこのいびつなこの大きさですよ。粒ちょっと皮は柔らかめ、押してもへこむぐらい、はい、カッチカチに冷凍されて輸入してもらって送ってもらったんですけど、今半解凍した状態でこのぐらい皮は柔らかくなってます。お釈迦様の頭ヘアスタイルあるじゃないですか、ブツブツとしたラホツっていうやつ、あれ髪の毛が右巻きにぐるーっと巻きついてパンチパーマのような状態になってるんですけど、確かに似てるっちゃ似てる。比較してみるとこちらです。この、はい、お釈迦様見覚えありますね。この頭とこれ、あー似てる。確かにこのブツブツが密集しているところと粒の大きさが絶妙に、はい、ラホツっぽい、はい、でこのフルーツただのフルーツじゃないんですよ。すごい美味しくて栄養価も高いらしいです。はい、ちょっとこれが何なのかを送ってもらった資料をもとにちょっとご説明します。このシャカトウ、英語の名前はシュガーアップルっていうらしいですね。原産地は西インド諸島、ペルーなどの中南米、あ、南米なんだ。はい、で台湾ではすごいポピュラーな食べ物らしくて、台湾旅行行ったことある人は食べたことありますかね。で、ねっとりとした果肉の中にジャリジャリとした砂糖の粒を噛むような食感があり、このジャリジャリとした歯触りは果肉中に梨と同じ石細胞、石細胞が多く含まれているためである。シュガーアップルはこの食感からつけられた。へえ、やっぱりなんか独特の風合いがあるでしょうかね。木になるアイスクリームと表現されたり、ヨーグルトのようだと表現されたり、日本の果物ではちょっと経験できない独特の風味があります。気になるアイスだって美味しそうですね。はい、で、台湾のシュガーアップル栽培面積は世界最大。ほえー、また台湾はシュガーアップルの、生産技術品質でも飛び抜けて優れているので、台湾から中国、シンガポール、カナダ、香港に輸出され、フルーツ界の緑の黄金と称えられているらしい。へえ、すごいですね、緑の黄金。確かにお釈迦様の頭だと思えば光って見えなくもない。マイナス18度で冷凍して、はい、届くので解凍が必要です。まあ、自然解凍は 1,2 時間常温で放置していただくらしい。半解凍でシャリシャリとしたシャーベット状で食べていただくのがおすすめらしいですよ。ということで私も 1,2 時間放置したんですけども、ちょっと足りないかなと思ってお湯にもつけてみたんですね、袋ごと。だからちょっと解凍しすぎたかもしれなくて、ジュクジュクと汁が垂れてきちゃってます。はい、で全解凍してしまうと水分のドリップがひどくジュクジュクしてしまいますので、くれぐれも半解凍でお願いします。まあ、解凍の裏技としては電子レンジ 500W で 1,2 分チンするといいらしいです。包丁が入る程度に解凍できます。包丁入れてみましょう、早速。うん、いきまーす、入刀。おー、スッと入るよよ。はい、パカーン、白い、白くてなんかこう種がいっぱい入ってます。うん、あ、香りはねあんまりないです。いざ実食しましょう。ちょっと解凍しすぎたかな。あ、でもシャーベットを食べるときと同じ音。いただきます。うん、うん、うん、
おお、なんだこの味、おいしい。フローズンヨーグルトって感じがします。バナナとリンゴの中間ぐらいのフレッシュさと甘さ、てかめちゃくちゃ甘い。バナナとリンゴ混ぜてさらにシロップを加えたぐらいの甘さで、それがもうほんとシャーベットとシャーベット状にグワーってこう攪拌して凍らせたみたいな感じで、すごい美味しい。なんじゃこりゃ、癖になりますわ。てかね、食感もよくわかんないですよ。ねっとりしてるんですよね。なんかこうねっとり、こうほら、ちょっとこのわかりますかね、本当にねっとりとしているにもかかわらずシャリシャリっていう噛み応えもあるっていう謎さ。あとね、種が多い。結構癖になりそう。これがなんとすごい栄養価が高いらしい。カリウム、リンゴの2倍、マグネシウム、リンゴの7倍、リン、リンゴの3倍、鉄分、桃の6倍。まあ、ここで桃が登場。まあ、リンゴに鉄分は含まれないらしいので、桃の6倍の鉄分で、ビタミン B2 リンゴの3200倍、ビタミン B2 えぐで、ビタミン B6 がリンゴの6倍、ビタミン C がリンゴの9倍、食物繊維がリンゴの 2.9 倍、約3倍。すごいぞ。シュガーアップルって言われてるからリンゴと比較してるんでしょうけど、やっぱりビタミン B2B6 は美肌効果じゃないですか。カリウムは水分をバランスよくね、体に取り入れるために、水分バランスとかお肌の潤いのためにも大事です。でも各いろんなミネラルっていうのも、そのお肌の健康を保つためとか胃腸の健康を保つために大事だし、食物繊維なんかもうね、胃腸の調子整えるの大事ですから、胃腸が整ったらもう体調も整いますから、すごい。めちゃめちゃ栄養価高いから、で栄養価で言っても黄金、黄金ですわ。結論としては、日本ではまだ知られていないスーパーフルーツってことですよね。いいもの知れた。はい、ハロウィーさんで販売してるのでぜひ見てみてください。ちなみに豆知識、まあ、いろんな多分釈迦糖が台湾とか行けば店頭に並んでるんでしょうけど、ここで美味しい釈迦糖の見分け方をご紹介します。1、大きいデコボコをチョイス。釈迦糖のデコボコの感覚が大切です。もし密集している場合、甘さと水分が少ないの目安になります。デコボコが大きくてへこみ部分がクリーム色の場合、熟成度が高く果肉も厚くて甘いです。私送ってもらったやつ、多分このハロウィーさんのはもう2つパックになって入ってるので選ぶとかないんですけど、十分そういう風にね、このデコボコが大きくてこの境目がグッとこう深く刻まれているものを送ってくださってます。ありがとうございます。美味しい釈迦糖の選び方に、表面が緑色と黄色をチョイス。身の皮が深緑でしたらまだ熟成度が低いため糖度も低いです。黄緑色の皮にクリーム色の筋が入っているのが一番いいです。運送中に身をぶつけたり触りすぎたりすると皮が黒くなります。しかしひどくなければ品質に問題はありません。なるほど。私のこのやつはね、ちょっと今もうかなり解凍して時間が経っちゃってて分かりにくいですけど、黄緑ですね、結構で、間のクリーム色はあんまり確認できないですけど、きっとクリーム色でしょう。美味しい釈迦糖の選び方3、ひび割れやへこみはダメ。もし釈迦糖に大きなひび割れがあり、果実も出ている場合は熟れすぎているため品質が良くない証です。熟れすぎも良くないんですね。だから本当に身がしっかりとこのデコボコが独立して大きくて、間の中間がクリーム色で黄緑色でっていうのがいいらしいです。あんまりこう傷があると熟れすぎで美味しくないらしい。ほう、もうこれを見たあなたは釈迦糖マスターですね。栄養価のことも分かったし、原産地も分かったし、美味しいものの選び方も分かったし、ほんと食べてみてほしいですね。マジで美味しい。種が多いので本当に気をつけてください。なんだろう、このお釈迦様の頭をこうすくってるって、こう不思議な感覚ですけど、お釈迦様の知恵が私の体内に入ってくるのでしょうか。これで
ちょっとよくわかんないですけど、とにかくうまいです。はい。これが例えばなんだろう、お寺とかなんかイベントでフルーツとして置いてあったら人気出るかもしれないですね。お釈迦様の頭のフルーツだよって言って、なんかここからパコーみたいな、はいどうぞみたいになったら面白いなって思います。あ、お彼岸とかね、夏とかのちょっと暑くなってきた時期にこのシャーベット状のフルーツ、健康にもいいわけですし、子供たちに持ってこいじゃないですか。うまい。概要欄にハラウィさんの URL 貼っとくので、ぜひ見てみてください。で、あのお値段とかもここから確認してください。見てくれてありがとうございました。皆さんもお試しあれ。ではこれにてナム。ハラウィさんありがとうございました。